青春ジャンプ、ボーン。愛農学園農業高等学校ラグビー部。愛農学園ラグビー部は1年11人、2年3人、3年3人、マネージャー6人の計23人で10月に行われる花園をかけた三重県予選を目指し練習に励んでいます。愛農学園は全国から生徒が集まる全寮制農業高校。その創立当初から活動するラグビー部は50年以上の歴史を持っています。日々の農作業で鍛え上げられた体を生かしたパワフルさがこのチームの持ち味です。ラグビーの魅力をもっとみんなに知ってほしいと話すのは2年副キャプテンの高橋玲二さんです。ラグビーは結構体使って僕とかは出せてるんで全然結構大変なんですけど、相手とか倒した時は本当に嬉しくて、で仲間にも褒められるし、もう一番楽しいスポーツです。でラグビーの目標で、で1試合に絶対1トライ取るってことです。農業の目標はもっと今豚養豚やってるんですけど、豚のことをもっと知って将来につなげられるように頑張りたいです。はい、ラグビーにもっと興味を持ってもらって楽しい部活にしたいです。自由な気風と頼れる先輩たちがラグビー部の魅力と話すのは1年の岡総次郎さんです。面白かったことはやっぱりなんかみんなでやりきった、練習やりきった後のがすごい嬉しかったです。ラグビーの好きなところはなんかみんなでつなぐっていうところ、なんか誰かのために自分もフォローしに行ったり、誰かが助けてくれたりっていうそのつながりがあることがすごいいいです。僕は将来農家になりたいと思っているので、その農業のことだったりとか人との関わりとかを大切にして、そのもっと自分を生かせるように、その自分のやりたいこととか、その将来どういう道に進むのかっていうのをじっくり自分と見つめ合っていきたいなと思ってます。学園創立から愛農学園の生徒たちが農場での作業の傍ら汗を流すラグビー部。皆さんにとってラグビーとは何ですか？僕たちにとってラグビーとは愛。ADS では伊賀地域でスポーツに励む高校生を応援します。次回もお楽しみに。あっちどっちそっち ADS。